レビディオダイアリー August the 12th 2020 by 広志林 Hamamet City Japan。 ビデオ日誌2020年8月12日林博士です。こんにちは。今日は8月12日、明日からお盆ですね。8月13、14、15です。私の子供時代の夏は短かったんですよ、まあ、大抵ね毎年7月20日前後に梅雨明けでした。まあプラスマイナスそれほど大きなズレはなかったと思います。そして夏が始まり、夏休みが始まり、私たちはもう目いっぱい遊びました。そういう意味では大変豊かと言いますかね、幸福な子供時代を送ることができたと思います。はい。がしかし8月15日を過ぎるとですね、冷たい川風が吹き始めるわけですよね。もうそうなると川に入って泳ぐということはできなくなりましたということなんですね。はい。で今お聞きいただいているのがですね、私の故郷の、まあ、盆踊りで最もポピュラーな曲ということになります。郡上踊り、本当の名前は川崎って言うんですけどもね。で私は18歳の時に郷里を離れて、で24歳頃からですね、浜松市に住むようになりました。以来も、50年近くになるわけですけども、今でもですよ、もちろんそうなんでしょうけどもね、この川崎の曲をどこかで聞くとですね、体、まあ、温かく固まるって言いますかね、ほんわかと固まるって言いますかね、緊張しますね。その後しばらくすると聞いているとですね、目頭がジーンと熱くなってね、やがてポロッとこう涙が出てくるような雰囲気になります。実はですね皆さん、このビデオダイアリーはね、これ今5回目なんですよ。作り直してるんですよ。5回目ですよ。普通は1回ポッキリ、1回勝負、目を閉じて最初から最後まで話しておしまいっていうのが私のビデオダイアリーの作り方、やり方なんですけどもね、先ほどからですね、その川崎の曲ここに入れましたでしょ。でそのところに今日、まあ後でこの動画その後につなげておきますけども、その川崎のね曲を聞くとダメなんですね、私ね。はい。胸がいっぱいになって、まあ、胸が詰まってくるんですよね。で瞬間そのなんて言いますかね、思い出の世界にスーッと入っていってしまうんですね。でこう頭の中が空っぽになると言いますかね、もう考えが浮かばないと言いますか、まとまらないと言いますか、思い出の世界に浸ってしまいますからね。ですからもうビデオダイアリーが途中で止まってしまうんですよね。止まってしまいました。それが今5、6回続いてね、もうこれじゃダメだと、こんなことしてたらね、いつまでたってもビデオダイアリー発行できないってことで、今思い切って多分これもね、まあ、ボツになりそうな雰囲気なんですけども、思い切って頑張って話そうと思ってますけどもね。まあ要するにその郡上踊りのねメロディーを聞くとですね、まあなんて言いますか、胸がいっぱいになってしまって、はいというような状況で考えが浮かんでこなくなるわけですよね。まあ皆さんはいかがでしょうか。でまあ人間というのはね、随分と勝手な動物ですからね。まあ今頃今年は多分郡上踊りも中止になっていると思いますけども、そのいつでもね、その気になれば行って、またいつでもねその場所行ってね、その郡上踊りを聞いて踊ることもできるんだと思っているときはですね、それほどまあなんて言いますか、行きたいという気持ちは起きてこなくてですね、まあ、懐かしいという気持ちはありますけども、まあ、行ってや聞きたいなという思いには駆られないもんなんですよね。ところが、まあ、コロナ19の中でですね、今年は中止になっているだろうななんて思うとですね、無性にこうね行きたくなる、そしてそのまあそのね川崎を聞きたくなるっていうような感じで、まあ体がねその騒ぐって言いますかね、なんていうかな、そういう雰囲気になりますね。まあ要するに人というのはですね、まあそのまあつまりはですね、賢い人はですね、まあそのものの価値をですね、なくす前に気がつくんだと、まあ、そういうことなんですね。賢い人は
そのものの価値をですね、なくす前に気がつくんだということですね。まあ、家族、青春、思い出、いろんなものありますね。その中でもやっぱり一番大きいのは健康でしょうね。まあ、健康にしてもですね、まあ、それまではそれほど注意をしていなくてもですね、まあ、なくして初めてそのものの価値を気がつくというわけです。賢い人はね、なくす前にね、ごめんなさい、間違えました。なくす前にそのものの価値を気がつくということですね。今はね、胸がね、まだ、なんていうかね、懐かしさで胸がね、いっぱいなもんですから、思うようにね、自分の考えをまとめることはできませんけども、まあ、そういうことなんですね。しかし、愚かな人はですね、まあ、そのものの価値をなくしてから気がつくんですよね。ちょっとあの言葉間違えたかもしれませんので、もう一回ね、リフレインしていきますけども、賢い人はそのものの価値をなくす前に気がつくんだと。しかし愚かな人はね、そのものの価値を失ってから気がつくんだということですよね。で、やっぱりまあね、私もその愚かな人間の一人ですから、やっぱりこうなってますかね、コロナ19で、まあ、今年はね、あの郡上踊りを聞きたくても聞けないんだななんて思った途端にね、なんとも言えないこう寂しさに襲われるわけです。まあ、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。で、その夏の思い出、今日はね、まあ、そういうことで懐かしい思い出を話せて言えばですね、まあ、いくらでも話せるんですけどもね、しかしそういうセンチメンタルな気持ちになってしまったんでは、そのビデオ代わりになりませんからね、なんだ林はっていう感じになりますからね。何かこうテーマがあってね、そういうその話をするっていう時は私は得意なんですけども、こういう今ね、気持ちがセンチですよね。明日からお盆だし、みんなどうしてるかななんて思った途端にね、やっぱりこう胸が熱くなると言いますか、はい、ということになってきますと、何か話したいんですけども、その言葉が出てこないと言いますかね、はい、あのどう表現していいかということで、一つずつにこう悩むと言いますかね、一つずつの言葉に悩むと言いますかね、そういう雰囲気になってくるもんですから、まあ、あまり話せないんじゃないかなと思いますかね。まあ、ともかく私の少しね、子供時代の話をしますと、私のいとこはですね、母方だけで60人近くいたんじゃなかったかな。私の母の兄弟が13人いましたからね、母が13人の中の1人です。ですから、まあ、おじさんおばさんが12人いたと思いますね。ですから、そのいとこの数だけでも、64人っていうのは父方のいとこも混ぜて64人だったかな。まあ、とにかくいとこがとにかくたくさんいたんですよ。で、その中でも母方のいとこはですね、私があの、まあ、母のね、在所郷里ですけど、向こうでは在所って言ってましたけども、その母の在所はですね、あの板取川っていう、またこれまた今本当に全国でももう稀に見るって言いますか、もう唯一って言ったらいいのかな、清流中の清流があるわけですよ。その板取川のふもとの、上流ですよね、上流の、まあ、壁というね、小さな村で、まあ、生まれ育ったんですけども、その壁にね、壁という村に行くのが私の子供時代の何よりも楽しい身だったですね。やっぱり日本がおかしいのはですね、やっぱりまぶたに、ね、いっぱいその時の光景が浮かんでくるんですね。これ次から次へと走馬灯のようにっていうかね、あれもこれそうだ、これもそうだって感じでね、そうしますと考えがあのまとまらないんですね。これちょっと今までにないちょっとこう不思議な体験と言いますか、をしているわけですけどもね、皆さんに私の子供時代の話をしようなんてね、意気込んでみたんですけども、そして母の在所っていうことになりますとね、もう最も私にとって子供時代最も幸せな時代でもあったもんですからね、もうはしゃぎ、遊び、騒ぎ、もやりたい放題のことやったのが、まあ、その在所での生活でしたからね。まあ、優しいおばあちゃんがいてね、そのいろんなものを、まあ、畑で作ってね、私たちに食べさせてくれたんですけども、まあ、そういう思い出が めくるめくこう頭の中にドーッと湧いてくるもんですからね、結局このビデオ代理もね、ボツになるかなって、もう今必死にね、喋ることにしがみついて話してるって感じでね、まあ、その思い出に浸ってしまいますとね、もうビデオ代理にならなくなりますけどもね、まあ、そういうことなんですよね。懐かしいですね。はい、まあ、胸が熱くなると言いますか、この思いだけはね、今日皆さんにお伝えして、内容はどうかと言いますとね、まあ、いろんなことしたんですけどもね、それがですね、今こう頭の中で今整理しようとしてるんですけども、川で遊んだことね、それが山の中に入ってね、わさびを取りに行ったこと、まあ、いろんなことが浮かんでくるんですけどもね、はい、まあ、どれから話していいかというようなくらい、まあ、あれこれね、頭の中に浮かんでくるもんですから、まとまらない、イコール
先ほどの繰り返しですね、もう5、6回目でしてね、こんなにその失敗して話がまとまらなくて続かなくて、その作り直したビデオダーリーっていうのは最近はないですね。あの本番の、あの謎解きの、あの動画でもいつも1回勝負、もう1回でやめますからね。作り直したことは絶対しませんからね、私は。でボツということもこのところはありません。まあ、しかしこの今のこのですよ、このビデオダイアリーはどういうわけか、もう5、6回ね、全部消してはまた最初から話し、また全部消してはまた最初から話しということを繰り返しています。まあ、この話はもう少しね、心が落ち着いたって言いますかね、ややその見た目には静かなね、あの雰囲気の話なんですけども、心の中は今興奮状態ですね。夏だ、夏休みだって言いますとね、はい、ちょっと話は変わりますけどもね、私、子供の頃、子供じゃない、子供たちをね、まだ教えて、生徒さんとして子供を教えているということなんですけども、浜松へ来た頃はですね、浜松はタコ祭りっていうのがあるんですよね。で、5月3、4、5が、まあ、この辺りでも最も大きな祭りになるわけですけども、で4月の終わり頃からですね、町内をですね、練り隊が動き始めるんですよね。ラッパを吹いて、それからわせわせて掛け声をかけて練りが始まるんですけどもね、その時のことなんですけども、ある時ね、自分の教室で中学生の子供だったかな、教えている時にですね、その遠くの方からラッパ隊がやってきて練りを始めたんですよ。パッパカパッパッパッパカパッ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 パカパッってラッパが音が聞こえてきたんですよ。そうしましたらね、その中学生の男の子なんですけどもね、体が踊ってるんですよ。ふわ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 。それで、お前何やってるんだって言ったら、先生、体が動いてしまうよ、勝手に動いてしまうんだよって言ってましたけどもね、ラッパの音を聞いただけでも体が勝手に動いてしまう、つまり興奮状態になるわけですよね。まあ、そういうことを私、まあ、直接知ってるもんですから、そういうものかな、そういうもんだななんて思いましたけどもね、今の実は私がそうなんですよね。明日からお盆だ、夏休みだっていうことになりますとね、その雰囲気だけでですね、もう心がもう踊り始めるんですね。それでまあ話がまとまらないと言いますか、収拾がつかないと言いますかね、ああそういうもんかななんてね、今自分で自分を納得させているわけですけどもね。まあ私こんなね、ただ簡単にね、今日ビデオダイアリー話し始めるときはですね、まあ今日は昔の思い出を話して、でまあそのね、それで終わろうなんて考えてたんですけども、まあ5、6回目ですよね、本当に。またこれ決して最初から話すことになるのはもう嫌ですからね、もう最後まで頑張ってとにかく話しますけども、もう夏休みだって言いますとね、やっぱり楽しい思い出がドドドドと返ってくるんですね。そして私をある種の興奮状態にするんですよね。そしてこう熱い思いですよね。はい、今はね聞こえてませんけども、どこかでね、郡上踊りのね、あの川崎の曲を流してくれたらですね、私でもダメでしょ、泣いてしまいますよ。はい、まあ、そういう雰囲気ですよね。はい、ですから、まあ後で聞いてみようかなと思うんですけどもね、このビデオダイアリー終わったら、今 YouTube でね、簡単に拾えるもんですから、郡上踊り川崎なんてね、検索がかければすぐまあね、その曲を聴くことできますから、まあ、それを後で聞いてみようかなと思うんですけどもね。そうですね、2年前にそういえばね、中学校の同窓会があったんですけどもね、で余興でね、その同窓会の終わり頃にですね、同窓生たちがですね、郡上、まあ、上踊りですね、川崎を太鼓三味線付きでね、それから歌付きでね、舞台でね演じてくれましたけども、まあ、なんとも言えないほど懐かしかったですね。はい、その動画もこの後につなげておきますね。はい、まあね、ひょっとしたらですよ、私の同窓会の一人ぐらいがね、聞いてくれるんじゃないのかなというふうには思ってますのでね、わかりません、それはね。はい、しかしそれ今日ね、その2年ほど前の、もう1年半なのかな、まあ、2年にはなってないですね、の同窓会の時 の,、のにですね、私が作った動画をこの後につなげておきます。その後にね、ちょうど今皆さんにご覧いただいている日本人にとって仏教とは何かなんてね、まあ、大冗談の大げさなタイトルで話している動画ですけども、それをその後につなげておきます。ということで今日はですね、5、6回作り直した私のビデオダイアリーですけどもね、これで終わります。皆さん本当に暑いですけども、お体で大切になさってくださいね。ということで今日はこれで失礼します。
それでは皆さんさようなら、バイ。君は君の夢があり、
には僕の夢がある
Bon dancing in Japan is a folk art which has 500 years of history. Songs and dances distinctive to each locality has been highlighting the summer of Japan. It is Bon dancing which originates in Uraban festival in Afghanistan and Chugen festival in China,which were mingled with the Buddhism on the way from India to Japan. 500年の歴史を持つ日本の盆踊りです。もともとは日本へ仏教が伝来する過程で、現在のアフガニスタンにあるウラバンという祭りと中国の中元という習慣が重なり、仏教の中に取り込まれた儀式ということになります。ウラバンに中国の絵が付けられ、現在の裏盆絵となりました。広志林ハムアセリージャパン。裏盆絵、つまりお盆を例に挙げるまでもなく、日本の仏教は本当にブッダの説いた仏教なのでしょうか。私林広志は、日本へ仏教が伝来する過程で、それぞれの地域の土着宗教や習慣がその中に混ざり込み、元の形がわからないほどまでに仏教は作り変えられてしまったと考えています。そこで今日は、世界で仏教がどのように理解されているか、 UK の BBC のウェブサイトに紹介されている仏教哲学の一部を皆さんに紹介します。中国仏教でもない、日本仏教でもない、インド仏教です。言うなれば生の仏教哲学ということになります。どうお感じになられるかは、皆さん自身の判断ということになります。四つの尊い真実。四つの尊い真実には、ブッダの教えの真髄が含まれている。これら四つの尊い真実というのは、菩提樹の下で瞑想していた時に、ブッダが悟ったものである。苦しみの真実、ドゥッカ。苦しみの原因の真実、サムダバ。苦しみの中断の真実、ニロダ。苦しみの中断への道の真実。ブッダはしばしば意志に例えられる。最初の二つの尊い真実の中では、ブッダは苦しみの問題を診察し、その原因を特定する。第三の尊い真実の中で、その治療法があることを認識する。第四の尊い教えの中で、ブッダは八つの道を教え、処方箋を与える。つまり、苦しみからの脱却をそれによって達成する。第一の尊い真実、苦しみ、ドゥッカ。苦しみは様々な形でやってくる。三つの苦しみは、ブッダが宮殿を出た後、最初の旅先で見た三つの光景と呼応している。つまり、老い、病気、そして死である。しかし、ブッダによれば、苦しみの問題はさらに深い。生きることは決して理想的というわけにはいかない。それはしばしば私たちの期待を裏切る。
人間は欲望と渇望に支配されている。これらの欲望を満足させることができた時でさえ、その満足は一時的なものに過ぎない。喜びはいつまでも続かない。続いたとしても、やがてつまらなくなる。仮に病気や死別のような外からやってくる苦しみでなくても、私たちは満たされることはない。満足することもない。これが苦しみの真実である。この教えを知った人の中には、こうした考え方を悲観的と思う人がいるかもしれない。仏教とは楽観的であってもいけない。悲観的であってもいけない。が、現実的でなければならない。幸運にも、ブッダの教えは苦しみで終わるわけではない。むしろ逆で、そうした苦しみにどう対処し、どうそれを終えるかについて私たちに教えている。第二の尊い真実。苦しみの原因、サムダヤ。私たちの日々の問題は大変わかりやすい原因で起こるように見える。渇き、怪我による苦痛、愛する人を失うことによる悲しみが第二の尊い真実の中で、ブッダは苦しみの原因を発見したと説く。つまりそれは私たちの直接的な心配事よりもずっと奥が深い。ブッダはすべての苦しみの原因は欲望、つまり贪波であると説く。その苦しみは三つの形で現れる。それについてブッダは悪の三つの原因、三つの火、あるいは三つの毒であると説く。鳥と蛇、それに豚の三つの動物がそれぞれに相手の尻尾を口にくわえ、円を描いて回っている。憎しみ、貪欲、無知という三つの火が円を描き、それぞれが他を強化しながら回っている。第三の尊い真実。苦しみの中断。ニロダ。ブッダは苦しみの原因である欲望の消し方を教える。そしてそれによって執着から私たちを解放させることができる。ニルバナというのは欲望の消滅を言う。ニルバナを達成することにより悟りにたどり着く。つまり貪欲、妄想、憎しみの三つの火を消すことである。ニルバナに達した人と言っても、すぐさま天の王国に消えるわけではない。ニルバナというのは人間が到達できる心の状態であると考えるとわかりやすい。否定的な感情や恐れのない、それは奥深い心の喜びのことを言う。悟りに達した人は、すべての生き物に対する憐れみに満たされる。解脱を成し遂げたとき、欲望は消える。欲望が消えたとき、その人は解放される。解放されたとき、自分が解放されたことがわかる。そのときその人は、こう理解する。受けた命は消耗する。聖なる命は消える。できることはした。それ以上に何も
その先にはないと。死んだ後、悟った人は輪廻のサイクルから解放されるが、仏教ではその次に何が起こるかについては決定的な答えを教えていない。ブッダはニルバナについてあまり多くの質問をしないようにと戒めている。ブッダは手元の仕事に集中するように望んでいる。そしてそれによって苦しみの輪廻から自らを解放することができる。質問をするということは、その人の命を救おうとしている意志につべこべ言うようなものである。第四の尊い真実、苦しみの中断への道、マガ。尊い真実の最後は、苦しみを終えるためのブッダの処方箋である。それは八つの道と呼ばれる一セットの原則である。八つの道は中央の道と呼ばれている。つまり、過度に物事にふけること、そして極端な禁欲主義の二つを避ける。これら二つは悟りの探求には役に立たないとブッダは説いている。八つの段階は順に考えるべきものではなく、それぞれが互いに補強し合うものである。だからといって、つまり日本仏教がブッダの説いた仏教と異なっているからといって、私は日本の仏教を否定するものではありません。どうか誤解のないようにお願いします。つまり宗教というのはそれを求める人々がいるから存在するのです。また宗教というのはその時々においてあるいはその地域の人々によって守り育てられていくものです。それを求める人々がいるから宗教は存在し、その第一の目的はその人々の心の救済にあります。どうしようもない悲しみや苦しみを抱えた人々はいくらでもいます。そうした人々の心の救済にあります。日本の盆供養にしてもそうです。ブッダの教えではないにしても、その盆供養がいかに多くの人たちの心の拠り所になっているか、それを忘れてはいけません。大切なことは、それがどんな宗教であれ、お互いに高い次元で認め合い、理解することではないでしょうか。正しいとか、間違っているとか、そういった不毛の議論を繰り返しても意味はありません。その宗教の中で生きる人たちが、安穏で心安らかな生活を送ることこそが大切なのです。私も今年の夏、郷里の岐阜県で盆踊りをしてきます。ほぼ40年ぶりです。皆さんもどうか楽しい夏休みをお過ごしください。Bye for now.